お元気ですか、ボクシミです。今回は BBM スポーツトレジューカードインフィニティ2022開封動画後編でございます。で、皆様に一つねお詫びがございます。前編の方でね、10パック開けたんですが、間違えてですね、11袋ね、開けてしまいましたので、後編の方はね、9パックでやりたいと思います。申し訳ございませんでした。それでは改めてね、9袋で、後編をやっていきたいと思います。それではね、やっていきたいと思います。まずは後編1袋目開けたいと思います。モータースポーツの角田裕毅選手でございます。サッカーの三浦知良選手でございます。バドミントンの志田ひかる選手でございます。競馬騎手の長島まなみ騎手でございます。で、牧秀悟選手でございます。横浜 DeNA ベイスターズです。2袋目でございます。競馬じゃなかった。麻雀ね、プロ雀士が出ましたね。岡田紗弥香プロでございます。初登場ではないでしょうかね。でサスケの山田勝美選手でございます。アイスホッケーの床遥選手でございます。ボクシングの井上拓真選手でございます。ジャイアンツの高橋由伸選手でございます。外野手ですね。で、3袋目開けたいと思います。水泳の青木レオナ選手でございます。これはスピードスケートの高木菜那選手でございます。ボクシングの京口博人選手でございます。アーティスティックスイミングの乾友紀子選手でございます。ちょっと舌噛みました、すいません。石川龍馬選手、広島東洋カープでございます。4袋目でございます。武井壮選手です。陸上競技でございます。バスケですね、サブテ雄太選手でございます。バドミントンの松山奈美選手でございます。でインスパイア山本由伸選手でございます。投手でございますね。でソフトバンクホークスの川崎宗則選手でございます。5袋目でございます。はい、こちらね、ノルディック複合の渡部暁斗選手でございます。ダンスの菅原小春選手でございます。アイスホッケーの山下光選手でございます。でインスパイア田臥勇太選手で、バスケットボールでございます。でヤクルトスワローズの奥川康信投手でございます。6袋目でございます。プロ雀士ですね、大井隆治プロでございます。将棋の加藤一二三九段でございます。アイスホッケーの佐藤優選手でございます。囲碁の上野愛咲美プロでございます。広島の鈴木誠也選手でございます。今はね、あのメジャーリーグの方でねやっております。はい、ちょっと待ってくださいね。1、2、3、
1,2,3,4,5 ね、はい、7袋目でございます。ごめんなさいね、今数えておりました。はい、では行きたいと思います。陸上競技ですね、ウォルシュ・ジュリアン選手でございます。バスケットボールのトム・ホーバスコーチですかね、はい、で競馬騎手の今村聖奈騎手でございます。競馬騎手でございます。でインスパイア珍しいですね、これね、藤波プロレスの藤波辰巳選手と長州力さんのねダブルでございます。でヤクルトの山田哲人、内野手でございます。8袋目でございます。バスケットボールのトム・ホーバス、ね、コーチでございます。ラグビーのリーチ・マイケル選手でございます。ソフトボールのモニカ・アボット選手でございます。西武の工藤公康選手でございます。広島東洋カープの坂倉翔吾選手でございます。で、ラストのね、9袋目で、ね、開けていきたいと思います。こちらアマチュア野球の大越健介選手でございます。で、マウリ・ステファニー選手ですね、バスケットボールで、陸上競技の川野正虎選手でございます。で東京読売巨人軍の王貞治選手でございまして、直筆サインカードがね出ましたよ、ね、MMA ですかね、これ統合格闘技なんでしょうかね。青木選手の直筆サインカードが出ました。青木真也選手ね、はい、こちらでございます。でこちらがですね、90分の32となっております。で、直筆サインカード出なかったらどうしようかと思ってね、ちょっとヒヤヒヤしてました。で改めましてね、ちょっと間違えて今回は9袋で、開封動画やりました。改めて大変失礼いたしました。以上でございます。よかった、またねお金がありましたら、これ結構面白いのでね、お金に余裕がありましたら第2弾第3弾もねやっていきたいと思います。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。